探すとは、Apple が開発し、主に自社が販売している Mac、iPadOS デバイス、iOS デバイスなどの位置情報を探したり、共有したりするためのアプリケーションである。2019年6月3日の WWDC2019 で発表された新しいアプリケーションで、これにより従来の iPhone を探すと、友達を探すが統合される。従来と異なる点としては、 デバイスがオフラインでも位置情報を送信できる機能が追加されている。この機能により Mac が盗まれたり紛失した場合に近くに対応した Apple 製品がある場合、Bluetooth ビーコンで近くの iPhone に送られた位置情報を追跡することも可能になった。このデータはエンドツーエンド暗号化が施され Apple を含めて誰にも解析できないようになっている。なお、 ネットワークトラフィックに同乗してデータが送信されるため通信量をほぼ使用しない。探すに対応する OS のバージョンは iOS13、iOS iPadOS13、Mac OS キャトリナで iOS13 と iPadOS は2019年9月、Mac OS k a t a ナ i n a は10月に正式リリースされた。ありがとうございます。